て置いてください。こちらスカイバス専用レーンということで、このレーンだけスカイバスの文字、写真を貼っております。眺めながらしばらくお待ちください。10時発車予定です。もうしばらくお待ちください。
見てください。これから阪神高速道路の高架下、そしてハーバーハイウェイの高架下と通過してまいります。その様子も間近にお楽しみいただきます。特にこのスカイバスからは上から景色を眺めていただくために、信号機、高架、通常は下から見上げるこの道路標識もすぐ真横に見ていただけるのも迫力のポイントの一つとなります。どうぞその様子もお楽しみください。それではこれよりまたスリルポイントです。港島トンネル、まもなく通過いたします。この港島トンネル、コースで一番迫力のあるポイントです。ジェットコースターのような迫力ある風を楽しんでください。ジェットコースターに乗っているかのように大きく高く手を掲げて、頭上間近に迫る迫力をどうぞ全身でお楽しみください。さらに正面には歩道橋見えておりますが、今はどなたも歩いていないようです。で、昨日はこのスカイバスに向けて写真を撮っている方も多くいらっしゃいましたし、多くの方が手を振ってくださいました。昨日は実は見回りに回っている警察の方もわざわざ窓を開けて手を振ってくれましたので、よかったら皆様歩いている方々などにどうぞ手を振ってお願いします。ごく稀に歩道橋から声をかけて来られる方もいらっしゃいますが、その時はどうぞ何かしら言葉を返してください。さて、これから通過する港島トンネルです。1992年に着工、7年の歳月をかけて1999年7月30日開通となりました。水深12メートルのところを通る海底トンネル、長さは1600メートルです。ではこれからジェットコースター気分で、皆様よろしければ手を上げて風を感じてみてください。天井結構近いですからね、その様子どうぞお楽しみください。それではこれから進んでまいります。
街開きとなっています。その1981年にはポートアイランド博覧会が行われました。もしかしたら来たと言われる方いらっしゃるかもしれませんね。その時には世界各地から多くのお客様が来られ、大変なにぎわいにもなりました。またポートアイランドの南側にあるのが神戸空港です。バスからは見えませんが、もしかしたらまた飛んでいる飛行機の様子も見ていただけるかと思います。探してみてください。平成18年2月16日開通となったこの神戸空港、現在滑走路2500メートルとなっています。レストランに設けられたスカイポートからは間近に飛行機の発着光景を楽しむことができるポイントです。また高速船のベイシャトルに乗っていただくと約30分ほどで関西国際空港にも行くことができます。続いて間もなく進んでいくと右手前方赤い橋、神戸大橋が見えてきます。私たちはその神戸大橋を渡ってまた市内へと戻ってまいります。その神戸大橋通過時がまた景色がいいポイントとなります。よかったらまた見上げていただいたり、写真を撮っていただいたり、景色をお楽しみください。神戸大橋を渡っている時には、まず正面には六甲山の山並み、そして左右には大きな船が停泊しておりますし、左奥には観覧車、ハーバーランド、海洋博物館などが見えてまいります。それではこれからもまた写真スポットの一つ通過していきます。全長319メートル神戸大橋です。正面が六甲山、左奥高さ50メートルの観覧車、観覧車の横にはアンパンマン子供ミュージアムもございます。白い鉄の棒を組み合わせて作られている左前の建物は海洋博物館、カモメリア付近一帯なんです。左横にはまだ一隻大きな船が止まっております。今日は天気が本当にいいですからね、綺麗な景色を見ていただいております。これから右横、神戸ポートターミナル通過します。クイーン・エリザベス、ダイヤモンド・プリンセスなどの有名な船が寄港するターミナル、そして早速も街の中へと入ってきます。今度正面を見ると桁下 4.5 メートルギリギリのところを通過します。ここも迫力お楽しみください。このバスの高さ 3.6 メートル、桁下 4.5 メートル、正面には危険が危ない 4.5 メートル、看板が取り付けられているポイントギリギリ通過します。昨日も通過する時のお客様がおーと言われておりました。今日もおっしゃってくださるんでしょうか。全然全然
日本の一番長い日、連続テレビ小説満腹のロケとして利用されました。現在は3代目のもの。平成11年3月に完成された建物です。今止まっている交差点から右手前方、これから右折するので徐々に左に変わりますが、見えている建物が神戸税関です。そして神戸税関を通過している時に、下側青い看板見えてるの分かりますか？青い看板、日本一短い国道174号線、長さはわずか187メートルのポイント、ちょっとだけ通っていきます。それでは右折して、日本一短い国道、その看板の横をこれから通過して街の中へと進んでいきます。そしてこれより阪神高速道の高架下、また進んでまいります。さて街の中に進みますと、信号機また近いです。桁下も近いですし、歩道橋を通っている方いらっしゃればぜひ手を振ってください。結構街の中歩いている方も手を振ってくださる方多いですので、どうぞ手を振ってください。街路樹すぐ横を通ります。結構この窓のところスリスリスリと葉っぱが擦れることがございます。気をつけてください。普段は見上げている建物、車などすべて見ていただきますので、その様子どうぞお楽しみください。それでは今、日本一短い国道の信号で止まっておりますが、通過したらフラワーロードに入ってまいります。フラワーロードに入ると、花時計、子ども本の森神戸、東遊園地、神戸市役所、王子動物園宣伝看板、どんどん通過してまいります。そうです、王子動物園じゃなくて宣伝看板です。またそれも見てください。さて見ていただきますこの花時計ですが、直径6メートルあります。今までは北側の神戸市役所のふもとにありましたが、現在市役所付近一帯が工事中なんです。ですから現在の場所に移されております。花時計見たら今度はすぐ左横です。子ども本の森神戸が見えてきます。この建物は今年3月25日オープンしたばかりの建物です。建築家安藤忠雄さんの寄贈により、名誉館長には竹下恵子さんが選ばれています。ただ現在はコロナの影響で完全予約制です。また興味あったらホームページで探してみてください。では一つ一つ見逃さないように、皆様も景色をお楽しみください。それでは次の交差点通過時、ちょっと左下のところです。今もあの桁下の下に白いのと赤いのがちょっと見えてますよね。あれが花時計です。進んだら全面きれいに見ていただけます。正面少し右手より、ひときわ背の高い建物見えてきます。神戸市役所1号館、高さ132メートルございます。さらに東遊園地は毎年冬になりますとルミナリエが行われる会場の地です。しかしコロナの影響によりまして、2年連続開催されてはおりません。今年こそ久々に開催されるようにという願いを込めながら通過してまいります。さてご案内いたしました、子ども本の森神戸、予約制というご案内申し上げました。現在は1万8000冊の本が展示されています。全国各地あちらこちらからぜひ本を使ってくださいということで、将来は2万5000冊まで増やす予定になっています。
六甲山の木材をふんだんに使って作られたのが、子ども本の森神戸です。建物内には15の部屋があります。ここでは部屋と呼ぶ森と呼んでいます。15の森がある図書館です。ではまず花時計。その奥が子ども本の森神戸です。この左横が東遊園地です。そして紹介した市役所も見えてまいりました。2号館、3号館が今工事中です。2号館は2027年、3号館は2022年秋ごろ完成の予定となっています。左横には王子動物園70周年を記念して写真ですが貼られております。その様子も見てください。昔から王子動物園といえばパンダとコアラが人気です。現在のパンダは1頭、タンタンが頑張ってます。でもタンタンも26歳の高齢になりました。年内に中国に返還されることが決定しております。また現在ありがとうタンタンキャンペーンも行っております。 PR のために左横このような写真が貼られています。それではこれから木々の樹木の様子を間近にお楽しみください。看板信号が近いのもポイントの一つです。まもなくすると右横には朱色の鳥居、生田神社の鳥居が見えてまいります。ご参加いただくと縁結び、健康長寿、調理などの神様として地元の人たちに親しまれております。次の交差点右横奥側に見えます。ここから右奥、生田神社の鳥居が見えました。そして左手前方には大丸神戸店、正面には元町商店街が見えてまいりました。元町商店街は 1.2 キロ、約300店舗ものお店が入ります。右手前方には神戸の中心地、三宮の由来となりました三宮神社も見えています。この向き、いい具合に信号に止まりました。大丸神戸店、ちょうどいい感じに撮れる状態ですよね。これ運転手無理そうに止まってくれてますからね。今日はもう一番サービスしてくれてる運転手が乗っているので写真も綺麗に撮れております。それではここで皆様にお伺いいたします。元町商店街手前の信号を左折したら1箇所目の元町商店街バス停に停まります。元町商店街や南京町観光に便利なバス停です。皆様にお伺いいたします。元町商店街バス停止まりますという方は手を挙げてお知らせください。どなたもいらっしゃらないですね。確認いたしました。運転士に報告いたします。途中下車できるってこと。それでは正面が元町商店街、早くもたくさんの方歩いてますね。そして左に曲がると今度右横です。長安門と南京町見えてまいります。ちょうどこの右横のところ、パンダのコカ・コーラの宣伝とかありますよね。はい、この右横が長安門南京町です。これもまた写真ポイントになりました。運転士今日よーく止まってくれてます。はい、長安門です。もともとは朱色の門でしたが、
阪神・淡路大震災により崩れてしまい、平成8年中国から白い石を取り寄せて実は作り直されております。今日も大変なにぎわいになりそうです。ではこれからメリケンパークへと入ってまいります。メリケンパークに入りますと2カ所目の停留所メリケンパークバス停に止まります。震災メモリアルパーク、ビッグ神戸モニュメントなどへ行かれる方には便利です。メリケンパーク停留所降りますという方、手を挙げていただいてよろしいでしょうか。はい、どなたもいらっしゃらないということで確認をいたしました。さて、メリケンという名前ですが、アメリカに由来しています。昔この場所にアメリカの領事館がありました。アメリカがなまってアメリケン、アメリケンがなまってメリケンになったと言われています。ここ葉っぱキリキリですからね、手を出さないでくださいね。はい、スリスリ言いました。想像通りです。それではちょうどこの付近から正面に震災メモリアルパークが思ってあると思ってください。茶色のレンガ造りのような建物、左下のところが震災メモリアルパークです。この付近一帯を大きな地震、阪神・淡路大震災が襲いました。当時のことを忘れないように、ひび割れた道路、倒れた街灯を特殊加工いたしまして、そのまま保存されているところです。そして震災メモリアルパーク入り口通過すると、今度左横、大きな魚のモニュメント見えてきます。そのモニュメント、フィッシュダンスです。神戸に来い、海に来い、鯉をイメージして作られた大きな魚のモニュメント。そしてこのフィッシュダンスの南側には、さっき遠くに見ていただいた海洋博物館、ビッグ神戸のモニュメント、現在工事中のポートタワー、さらに遊覧船乗り場、大きな観覧車ハーバーランド、たくさんの観光地をこれからどんどん通過してまいります。正面が震災メモリアルパークのあるポイントです。そしてフィッシュダンスが正面に見えています。手を振ってくれてますね。結構、あ、女の子も左が手を振ってくれてます。結構ね、手を振ってくれてると、ちょっと顔のね、怖いお兄さんも手を振ってくれますので、どんどん手を振ってください。あ、怖い。では左手前方、現在工事中のポートタワーが見えてまいりました。これ実は約2ヶ月限定の姿です。どうしてかというと、説明しているので長いので、また後で紹介します。これ本当に今限定の姿なので、これから左折したら綺麗に見えてまいります。その様子もお楽しみください。よかったらまた写真ポイント通過しますので、いっぱい戻りください。ではここからは私もちょっとご案内、一層冷やしになりますが、皆さんも頑張ってついてきてください。
今日人通りすごいですね。では神戸を走とその左横の白い建物が神戸港温泉で、さらに左横コンクリートの塊でちょっと上に木が植えられているのがポートミュージアム、都市型水族館アクア、フェリシモチョコレートミュージアムがあります。そしてあの赤色とか緑色とかちょっと長細い白色のモニュメントの右奥に B 神戸のモニュメントがあります。で現地でも写真を撮っている方いらっしゃいますね。 B 神戸のモニュメントです。正面がオリエンタルホテル、夜になると青にライトアップされます。さらに今度ぐるーっと右カーブしたら左側に観覧車、観覧車の奥にアンパンマン子供ミュージアム、そして遊覧船のコンチェルト、モザイク、海家、ボーボー神戸などの遊覧船があります。では伺います。まもなくでポートタワーバス停到着です。下車される方手を挙げてお知らせください。みんな写真でそれどころじゃないですね。では下車される方なしで連絡します。はい、それではたくさんの観光名所をご覧になっていただきました。先ほどのご案内の中にポートタワー現在限定の姿ですよと紹介いたしました。昨年の9月から工事が始まりました。このポートタワー実は当時全面布で覆われておりました。しかし今年4月29日です。この付近一帯を最大風速24メートル、ものすごい強い風が吹いたんです。そしてこの風によって残念ながら布が剥がれてしまいました。当時私もこの場所にいたんですが、もう音がバッタ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 、もうなんだとみんなびっくりして振り返るほどものすごい音でした。現在布取り寄せ中なんだそうです。そして布が届けられたらまた全面覆われる予定なので、そのような理由から現在限定の姿ですよとご案内いたしました。今度来られた時にはもう布がかけられているかもしれませんし、また今度来た時にはもう完成したポートタワーかもしれません。そのポートタワー完成予定は2023年となっております。人が渡るから気をつけてください。それではまた街の中へと戻ってまいります。これから進んでまいりますのは栄町通りです。名前の由来は栄える町になりますようにから名付けられております。そしてさらにしばらく進んでいくと今度は旧居留地へと進んでまいります。その旧居留地も写真ポイントの一つになります。それまたお楽しみください。後通過する旧居留地は1868年神戸港開港以来歴史を刻む一帯です。外国人たちの商館、銀行、外国人クラブが立ち並ぶビジネス街として発展をしております。石造りの重厚なビルがたくさん残されています。現在その建物100ほど残されているんです。それではこれより栄町通りへと進んでまいります。明治43年に市電が開通、昔は銀行などの建物が立ち並び、大正から昭和の時代にかけては東洋のウォール街と呼ばれた道筋です。また栄町通りの一本南側の通り、おつなか通りと言います。このおつなか通りは女性の方に人気のある通り、
ブティック、カフェなどが多く点在もしております。実は私の声は運転士には全く届いておりません。ですからこのようにプレッシャーかけていることも運転士は全く知りませんので、どうぞ皆様ご安心ください。ただ運転士一人下で頑張って汗かいて運転していると、はい、頑張ってと心の中で祈っておいてあげてください。またこの旧居留地の中には私立博物館、そして神戸トンボ玉ミュージアムもございます。私立博物館で有名なのがフランシスコ・ザビエル像、これが有名です。ただこちらで通常展示しているのはレプリカです。本物は春の特別展示の時に1回だけ間近で本物を見ることができます。ではこれから旧居留地へと進んでまいります。先ほど紹介した南京町の入り口、いきなり奥側でしたよね。では旧居留地へと進んでまいりますが、今日はまだ車少ない方です。それでは38番館というのがオレンジ色の旗が掲げられているこの左横の建物、この左横、これが38番館です。では旧居留地停留所、下車されるという方いらっしゃるでしょうか。手を挙げてお知らせください。どなたも同じですね。確認しました。もう乗れないよ。続いて今度は最後のバス停です。京町筋バス停、近づいてまいりました。下車されるという方手を挙げてお知らせください。ではいらっしゃら台で確認いたしました。それでは旧居留地へとの綺麗な景色を見ていただいて、京町筋に入ってまいりました。この京町筋過ぎたらもう実は三宮ということになります。皆様とのお別れも刻一刻ともう近づいてまいりました。もうすぐ終わっちゃうって、またいつってたバスの次に。さてこの付近一帯には三宮センター街、産地化などもございます。三宮センター街は神戸の中でも最も華やかなショッピングゾーンです。春と秋には通りをランウェイに見立てて行われます三宮コレクション、サンコレでも有名な通りです。また産地化ですが、昭和40年神戸で初めて作られた地下街です。日本の中では東京、大阪、名古屋に次いで4番目。実は歩いていただきますと結構坂道が多いです。ついた別名、坂のある地下街と言います。さて産地下は現在リニューアルのため工事が行われております。1番街と2番街はリニューアルのために今年4月から約3年間休業予定となっております。
さて皆様、こちらのスカイバス下車された後もう帰られるんでしょうか、それともそのまま神戸観光楽しまれるんでしょうか。皆様には1日乗車券お渡しをしております。その1日乗車券でシティループポートループに乗り換え可能です。もしシティループに乗り換えたいなと言われる方は、一番近いバスで地下鉄三宮駅前北駅があります。ポートループは三宮駅前があります。ちょうど左手前方に緑色のバスが見えてるの分かりますか。あの緑色のバスがシティループ北の方面に向かうバスです。その停留所が正面の高架下左側にあります。ポートループ乗り場は右側です。またよろしければ乗り換えの上、神戸の観光お楽しみください。もうそろそろこのバスから下車になります。皆様心残りのないようにもいろんな人に手を振りまくってください。この左横がシティループですからね、北の方面へと向かうバスです。このバス見るとアテンダントおりませんが、これから後でもアテンダントが乗ってちゃんとご案内もいたします。よかったら乗ってお楽しみください。また乗車の際にはその乗車券、今日の日付のところコインで削って毎回運転士への提示をお願いします。では左側歩道橋のところ、あれ写真撮ってるの私たち撮ってるんですかね。右前のところカメラ持って待ち構えてる方いらっしゃいますからね。じゃあその時はもう皆さん笑顔で手を振ってやりましょう。そして右奥側ラウンド1のピンが見えております。はい、失礼いたしました。本当のこと言います。今エースとしてはすいません。これも愛嬌とお許しください。それでは男性の方が写真構えて待ってます。手を振ってしまいましょう。はい、ありがとうございました。もし今日神戸来てるの内緒なのに顔が出たらどうしようという方はもうお許しください。ありがとうございます。それではもう間もなくで到着いたします。約50分間あっという間に感じられたのではないでしょうか。さて本日は6月の乗車5日間限定のスカイバスでございました。皆様いかがでしたでしょうか。写真は撮れましたでしょうか。神戸の異国情緒あふれる街並み楽しんでいただいたでしょうか。神戸といえば山手から港までゆっくり散策をすることができます。はい、失礼いたしました。それでは間もなくでスカイバスの旅終了となります。どうぞ今日一日この後も神戸の散策お楽しみください。季節に応じて神戸はまた違った、また最後に歩道橋からじっと見てくださってますね。手を振ってくださるわけでもなく手を見つけてくださりました。あ、振ってくださりましたか。はい、皆様今日は手たくさん打っていただきました。腕疲れてないですか。大丈夫でしょうか。はい、家に帰ったらよく揉んでゆっくりと癒してあげてください。神戸はまた季節に応じて表情変わります。春は桜、夏は新緑、秋は紅葉などなど楽しみどころ見どころ多くございます。また改めてお尋ねください。皆様のお一人様お一人様のご健康ご多幸をお祈りさせていただいて、最後のご挨拶に返させていただきます。本日は新規バス、スカイバスへのご乗車、誠にありがとうございました。ありがとうございました。
様のおかげで私も一緒に楽しませていただきました。ありがとうございます。それでは最後のスリルです。車庫にバックで入ります。ハワイは運転士さっき演出したのですごい今ドキ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 していると思いますが、はい、ここがもう最後のスリルポイント。また入っている時に最後に天井を改めて1回スカイバス見てください。そして一番後ろまで下がってくれると思います。お客様の声で多いのがスカイバス自体撮りたかったわという声ね、実際多いです。ですからもし一番後ろまで下がったら正面からですけれどね、よかったら写真を収めてお帰りください。お渡しいたしましたツアーバッジは今日の記念にそのままお持ち帰りください。バスが神田に到着するまでもうしばらくお待ちください。はい、現金